にちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日もまったり部屋着。はい、今日の動画はもう12月号860円、サボン、リボンハンドル付きバニティポーチ、スプリング12月号890円、ベイビームス、クリアポケット付き4ポケットポーチ、ダイム12月号1060円、東映ポータブルランタン、ライトニング12月号1320円、ヘッドウィングウェルトブラシ、今日もいろいろ。以上、本日は1、2、3、4冊開封していこうと思います。本日はですね、4冊開封、これどういうラインナップなんっていう感じなんですけど、最近発売されたのがこのモア12月号でございますね。あの、前回の動画のちょっと冊数の関係で入れれなかったので、こちらご紹介していこうかなと思います。サボンのリボンハンドル付きバニティポーツで、ごめんなさい、ちょっと探してんけど出てこんかってんけどさ、これの黒のやつ前あったかなと思うんですけど、素材感が良くなってるのかとか、その辺ちょっと体感になってしまって申し訳ないんですけど、またご紹介していこうかなと思います。せもってスプリングさん、なんでわいはスプリングさんを飛ばしたんやっていう感じやねんけど、ちょっとうっかり飛ばしておりましてですね、こちらレイビームスのクリアポケット付き4ポケットポーチということで、このね、この4ポケットになってるポーチ、前も出たことあるんですが、すごく使いやすいねんね、なかなかいい感じなので、これもご紹介しようと思ってさせていただきますということで。そしてダイムですね、12月号、こちらはですね、キャンプとか登山とか釣りとか夜間の作業、非常用ライトなど使い方いろいろということで、落ちてくねもうさっきからスースーって長持ってきてんねんけど、ポータブルランタンでございますね。こちらも、まあ、何があるかわからんから、こういうね、あの光源はね、持っといた方がいいので、どの辺の性能かっていうのをまたお知らせしていこうかなと思うんですが、そしてこちらライトニングさんで初めて買う雑誌なんですけど、黒川がですね、レッドウィングウェルトブラシ、ウェルトブラシって何、これ歯ブラシちゃうのと思ってググってみたんやけど、どうもブーツのスミッチョとかさ、あの足裏とかさ、そういうのをお掃除するブラシみたいで、どう見ても歯ブラシなんやけどね、形状ね、もうちょっと分かりやすくさ、靴のブラシっぽくせんと、これ間違って歯磨く人出てけえへんかっていうぐらいね、形状が完全に歯ブラシなんですけど、とりあえず今日はこんな感じで4冊開封していこうと思います。ちょっとね、発売日がちょっと前のやつだったりとかするんですけど、すべて12月号なんで、ちょっと取り上げきれなかった分を今回ギュッと固めて4冊開封していこうと思うところでございます。あの、前の動画でさ、私輝くっていう漢字を書いてさ、それが米軍ってなっててさ、米に軍ってなってて、米軍会っていっぱいツッコミをいただいたんですけど、子供らに言ったらありえへんって言われた。まあ、まずはこちら。はい、もう12月号でございますね。こちら、お値段的にね、860円。かなりね、お安くしていただけたんじゃなかろうかと思うところでございますね。リボンハンドル付きバニティポーチ、サポンさんの分でございます。それプラスですね、ドクターシーラボ、薬用アクネコラーゲンゲル、スーパーセンシティブ EX ってすごい強そうな名前ですけど、そういうののパウチも、張り込み付録で付いております。ということでございますね。こちらが付録で、いや、800円台でゲットはマジで良くないですかって感じなんですけど、折り込みの付録の方がこちらでございますね。そっか、敏感肌用の保湿ゲルやって、まあ、こういうね、折り込みやったりとか付録で付いてくるやつ、ぜひね、現品買う前に使ってみていただけたらと思うところでございますね。私も使ってみる、また。はい、中身はこんな感じでございますね。別にまあ、重さは普通かな、ポーチ入ってるかなっていう感じなんですけども、素材感が良かったらいいね、これね、800円台でいいのがゲットできたらいいなと思うところなんですけども、それでは早速開けていこう。はい、よっこいしょ。はい、中身はこんな感じです。ほう、なんか最近紙挟まってること多いんですけども、前についてたね、このリボンポーチみたいなやつあったんですよ。リボンじゃなかったっけ、それ。このぐらいのポーチじゃなかったかなと思うねんけど、それもサボンさんのやつ。でも素材感なかなかいい感じではなかろうか。ちょっと組み立ててみますけども、ただサイズ感的に可愛らしい感じではなかろうか。なんか細長い感じのポーチでございます。ということで、本体レビューいってみよう。はい、トゥクトゥンとどっこいしょと乗っけていきますと、まあ軽めかな、 70g ぐらい、こんな感じのサボンちゃんのね、ポーチでございます。なかなか可愛らしい感じではなかろうか。ちょっとね、これあのライト当たってるんで少しボコボコして、まあいつも言うてますけどね、ボコボコして見えるかとは思うのですが、まあ、せっかくなんでちょっと綺麗にしてみる。こんな感じになりました。あの、前面はね、もともと綺麗かったのでそんな変わらんかなって感じなんですけど、横がまあちょっとまだボコボコしてるけど、こんなギャーって入ってたシワがまあまあ取れた感じではなかろうかと思いますね。バカって開けて内側から弱でボーって当ててあげると割と綺麗になる感じではなかろうかと思います。このぐらいやったら十分綺麗じゃないですか。いい感じに形整ってくれてるかなと思います。素材アップいきますとですね、こんな感じのナイロン素材になっておりまして、光沢はないタイプになりますね。裏がまあツルツルしてるんじゃなかろうかっていう感じのナイロン素材なんですけども、ここのチャック部分ゴールドになっておりますね。このレーンのところもゴールドになっておりまして、この真ん中にサボンのマーク、こちらゴールドでくるくるっていう感じで入ってるんですけど、白押しの
合皮のちゃんとタグをつけてくれてるところがええ感じじゃなかろうかと思うんですけど、そして上部分ですね、ここがリボンの持ち手になっておりますね。真ん中をねキュッとすることでリボンっぽくしてくれてるみたいな感じのデザインになります。これこのまま置いといても使えるしね、あんちゃんさ持ち歩きでもこのぐらいのポーチやったら可愛くない？バニティーポーチの形のものを持ち歩きたいっていう方はこのサイズ感なかなかいい感じじゃなかろうかと思うんですけど、カバンにもポーンって入りそうなこの薄さがええ感じではなかろうかと思います。そして外はまあそんな感じですね、前から見たらこんな感じ、後ろから見たらこんな感じ。そして骨格というかね、ここがちゃんとパイピング処理されているので形が割とキュッて保たれてるんですよ。まあこうやったらブヨブヨってなるけど、ここの形が割と保たれてるタイプになっております。蓋部分もそういう感じなので割ときっちり保ってくれてるんじゃなかろうかと思います。縫製についてなんですけども、こんな感じ。まあでも800円台のやつの付録やで、めちゃめちゃしっかりしてないですか？リボンデザインもついてて合皮のタグもついててなので、まあ、私的に十分じゃなかろうかと思いますね。中開けていきますとですね、いや割とちゃんとできてないこれ、パカン。シンプル設計にはなるんですけど、中はね光沢な感じのナイロン素材っていうかなんかサテンみたいな感じ、裏地をつけてくれておりまして、このピンクとベージュの感じも落ち着いててすごく綺麗ですね。中はポケットとかはなくって、ちゃんとパイピング処理ここもしっかりしてくれておりますね。こういうパイピング処理しっかりしてくれることで形もピッとこう保ってくれてる感じもあるので、ええ感じではなかろうかと思います。そこに関してもきっちりパイピング処理されています。サイズ感的にはですね、クロコダイルがすっぽり入るぐらい、いや分かれへんな、ちょっと手元にあったから、まあ、こういう感じのファンデーションを入れるとこんな感じでございますね。高さを比べるとですね、このぐらいのサイズ感でございます。まあ、お家に置いとくようでね、割とお化粧品少なめやねんっていう方はワンチャンこれでいけるんかもしれへんね。実際さ使ってる化粧品ってさ、なんか思ってるより少なかったりとかするやんか、そういうことはワンチャンこれでもいけるんじゃなかろうかと思うんですけど、まあ、私はどっちかっていうと持ち歩きの化粧品用で使いたいな、持ち歩き用のポーチで使いたいなって思うぐらいのサイズ感かなと私的には思うのですが、まあ、別に化粧品用じゃなくてもなんか小物入れみたいな感じで使ってもいいし、いろいろ使い道はあるのではないかという感じのサイズ感ではなかろうかと思います。ちなこの前ご紹介しました意外と大きめモズちゃんバッグでございますね。こういうバッグに入れちゃうとですね、もうスポーンなんですね。ほらこんな感じで入るから、普段のポーチで使ってもさ全然可愛くない？こんなん出てきたら可愛くない？そしてポーチはさこないして開けなあかんけど、これはまあちょっとチャック開けなあかんっていうのもあんねんけど、パカって開けてさポンって置いたらこのまんま中が丸見えで見えるやんか。だから持ち歩きポーチに使うのが一番使いやすいんじゃないかなって私的には思います。カバンの中の整理ポーチみたいな感じで使っても使えるしね、意外とこの薄いの良くない？なんかバニティやったらさもう完全に家に置いとくようになるから、それはそれでまあ用途が合う方はいいと思うねんけど、まあ、バニティで持ち歩きができるやつってなかなか珍しいと思うので、気になった方はゲットしてみるのもいいんじゃなかろうかと思います。800円台やしね。はい、どうでしょう。いやなかなか可愛らしいんじゃなかろうかと思いますね。サイズ感的には、まあ、いつものペットボトルと比べるとこんな感じでございますね。なんとなくわかるかな、ペットボトルよりはちょっと一回り小さいぐらいの幅でございますね。でもこれ使いやすいっていう方も多いんじゃなかろうか。早くにねお知らせできればよかったんですけど、あの大人ミューズさんとグローさんがさ冊数多くてさ、その日にちょっと取り上げれなくてちょっと数日経ってしまったんですが申し訳ない。こちらまだ書店にもあのコンビニにもね普通に売ってる分になりますので、あのコンビニはワンちゃんちょっとね冊数が少なくて売り切れてる場合もあるかもしれないんですけど、今からゲットしたいっていう方も全然ある分だと思うので、また気になった方はよろしければゲットしてみるのもいいんじゃなかろうかと私的には思いました。はい、それでクンクンしていきますけども、そんなねドライヤーかけた時もビニール臭くなかったんで大丈夫だと思うんですけど、クンクンほぼエアーですねって何？いやなんかほぼ素材臭がなんかちょっと布っぽい匂いがちょっとするけども、そんななんかビニール臭さっていうのはほとんどないっていうかゼロに近いでございます。大丈夫そう、可愛らしいなサボンさんな。はい、ほんで次スプリング飛ばしててんごめんよ。しかもさこんな感じの使いやすい系のポーチなわけですよ。なんかね携帯入れてこうやって触れるらしい。一番手前のポケットがクリアポケットになっているらしいので、まあ、中身見ていこうかなと思うんですけど、割とデカめなんかな、雑誌とね同じぐらいとは言わんけど、まあ雑誌より一回りちっちゃいぐらい箱に入っておりますよということで、はい、本で早速開けていこう。はい、よっこいしょ。リンゴさんもね、あのウッドコの近所のコンビニではもうバチバチに余っておりますので気になった方はよろしければという感じなんですけども、中身はどんな感じなのか開けていこう。こういう感じのチェックなんや、可愛らしい。なんかよう紙挟まってんね最近ね。え、チェック可愛いよ、なんかすごい可愛らしい感じのチェック。昔こういうのであのスヌーピーの黒の合皮の仕分けポーチみたいな、間違いないねんけど4ポケットついてますよみたいな仕分けポーチがあったんですけど、それすごい使いやすくってカバンの中の仕分けポーチが
私しばらく使ってたんですけどね、あの充電のコードとかさ、なんかこうカバンの中でゴチャーってなるようなものをイヤホンどこ行ったっけとかさ、なんかそういうのを全部まとめて入れてたんですけど、それとねサイズ感的にもほんま同じぐらいのサイズ感、その当時のやつ知ってらっしゃる方いらっしゃったらねあれやねんけど、やねんけど素材感とかここがね透明やったりとか用途とかは全然違うんかなーって、まあまあまあカバンの中の仕分けっていう意味で同じだと思うんですけど、ちょっとねほんと素材感が全然違う、あの型紙は同じなんかもしれへんけどって感じですね。まあ本音は早速本体レビュー行ってみよう。トゥクトゥンとどっこいしょと乗っけていきますと、だいたい 100g ぐらいかな、はいはい、このような感じでございます。いや可愛くないこれ、なんかさこういうチックも可愛いよね。なかなかさ私サムネとか作るときにあの背景のね色をいつも悩むんですよ。まあ柄にしたりさストライプにしたりいろいろフォトショーで作ってるんですけど、こういう感じの色合いってあんまり選ばへんねんよ。なんやけどこの商品化してしまうとなんか可愛らしい気がするな、ちょっとセンスを感じますね。可愛らしい感じではなかろうかと思うんですが、素材アップいきますとこんな感じのなんかね厚手のなんか布みたいな感じ、キャンバス地みたいな感じの布っぽい感じの素材感になります。なんですけど多分裏はツルツルかなって感じ、まあ張りがある感じのね素材感となっておりまして、このチャックの先っちょはですねこういう全部シルバーのチャックがついてる感じでございます。マイスヌちゃんのねこの同じ形のポーチ合皮なんですけど、それの場合はこの先っちょが全部ギラギラのスヌーピーちゃんですごい可愛らしかったんですけど、そしてですね全然違うところがですね、手前がここがね透明のポケットになってるんですよね。いや知ってらっしゃる方からしたらさ今更なんやねんっていう感じだと思うねんけど、申し訳ない、ちょっとね取り上げれてなくてすまんかったのという感じなんですけども、でこのチャックのレーンの部分はシルバーになっていて、このチャックのところねここが黄色、なんかうっすらマスタードみたいな感じの黄色になっていて、なんとも言えへんなんかほっこりな色合いが可愛らしいなと思うところなんですが、ここにレイビームスのタグがしっかりついておりまして、まあ、携帯も入れれるということで、そしてこの上から触れるということなんで、はい、未だに iPhone7 なんやけどね、ちょっと入れっぱなしで言霊を押していこうかなと思います。いやちゃんとせえへんけどさ、これタッチできんの、言霊重いんよ。ちょっと久々に開けたのでプレゼントボックスがいっぱいになっておりましたけども、これ何、なんか引けるやった、画面をタップした、絵の恋待ってない、マリージや知らんな、強いんかな分かれへんけど、まあこんな感じでねいつもちょっとたまに暇な時にゲームしてるんですけどもですね、いや別に言霊せんでええねんけどさ、言霊っていうゲームをちょ最近暇な時にやってるんですけど、メインクエストもまだ終わってないっていうね。でここにこの空いてるとこに文字を入れてなんか言葉にするというゲームでございますね。これ案件でもなんでもないからね、ちょっとやってみてるだけガチで。さあ何変えれるからか、三冠冠海冠海等にしようかな、はい、こんな感じでババ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 ってこう4文字以上になったらこれ技発動して、どうでもいい話だなこれ。めちゃめちゃ久々に言霊開けたわ。こんな感じでめっちゃおもろくないこれ。なんかさこういうなんか必殺技みたい、万字みたい、この間取ったやつやね。ほんでやこれはまあ既存のキャラかな、技が発動するわけでございますわ。一撃ちゃうこれ、一撃いかんかった、くっそ。ようさい運用最高にするか、はいこんな感じでございますね。やるじゃねえかっつって終わりましたけど、スキップ割と簡単なんよな、まあ、こういう感じで割とスルスル動こうかなと思いますね。普通になんかこのビニールをこうシュクシュクしてるっていう感じはあんねんけど、普通に使えるね、普通なんかそんな反応が悪いとかいうことは全然ないですね。普通にゲームしただけっていうね。なんかさでもゲームとかの動きがスムーズやったら使う時にもスムーズかなと思ってさ、一応そんな感じでちょっとやってみたかっただけっていうゲームをしましたけども、こんな感じで音声もまあ問題ない感じじゃないかなと思います。柄的にねすごい可愛らしいのもあるんですが、まあ、ここの透明ポケットのところは携帯入れてもいいし、まあ外から分かるように細かいもの、例えばなんかハンコとかさ、なんかそういうこちゃこちゃってしてどこ入れたっけってなるようなものを入れるのにもいいんじゃないみたいな感じで本誌で書いてましたけど、2個目のポケットがこんな感じでございますね。割とね待ちはないねんけど、まあ膨らむからある程度なんかいろいろ入れるのにいいんじゃなかろうかと思いますね。3つ目のポケットも同じようにこれ全部裏地がついているので使いやすい感じではなかろうと思います。そして一番最後のポケット、こちらももちろん裏地がついておりまして、この素材感が割とねしっかりとした素材感なので型崩れとかもせずにいい感じではなかろうかと思います。裏側はねきっちりこんな感じでわかるかな、パイピング処理してくれておりまして、若干あららしい部分もあるけど、あまあそんなことないか、綺麗に作ってくれてるね。ここの縁の部分もねわざわざこう縫い目が出ないように作ってくれてたりとか、こっち面はまあ縫い目が出てるんですけども綺麗な感じのタッチになっているので、まあ800円
年代の付録だったらば、すごい使いやすい感じのポーチじゃなかろうかと思います。大きさの比較になるかどうか分かれへんねんけど、さっきのサボンさんの付録のポーチと比べたらこのぐらいのサイズ感ですね。こっちがなんか中パカって見やすい感じのポーチ、そしてこっちはなんかコンビニで支払うやつとかさ、なんかいろいろあるやんか、そういうのはちょっと細かく分けたい、もしくは化粧品のポーチでもいいと思うねんよね。なんかここ筆入れの、ここなんとかのみたいな感じで分けて入れても使いやすいんじゃなかろうかと思うし、いろんな使い方がある感じのポーチではなかろうかと思います。裏面は何もなしになってますけど、表面ねこんな感じでいろいろ分けて入れたい方におすすめ。まあ書類とかも入れれますよって。本体の素材感も割としっかりしているので、そんなボキボキになることなくカバンの中で整理しやすい感じのポーチではなかろうかと思いました。はい、どうでしょう。ちょっと途中無駄にね言霊やり出すっていうねですね、一番手前のポーチにファンデーションを入れるとこのぐらいのサイズ感でございます。ぴったり入るかなぐらいのサイズ感、割とねいろんなものがね入れやすいというか、私あの実際この全く同じ大きさやと思うねん、多分大きさ的にも一緒やと思うねんけど、これの合皮のポーチをさっきからずっと言ってますけどね、実際カバンの仕分けポーチでしばらく使ってたことがあるんですけど、すごく便利でした。カバンの中ってね意外とごちゃごちゃしたものあるんよな、あと細かいものどっか行っちゃったらややこしいなっていうものがあると思うので、この透明のポケットがついているということで細かいもの、例えばさちょっとイヤリング痛くなっちゃった外してカバンの中入れよう、内ポケでもいいねんけど、こういうところに入れといたらなんか壊れちゃったりとか取れちゃったりとかそういうこともないだろうし、で外から見やすいということで1個あったらまあ便利じゃなかろうかと私的には思ったところでございます。ちょっとクンクンしていくね。今日髪型さボッサーなってない、今日風呂上がりなんでちょっと髪の毛がボンバーなんですけども、まあこんだけねまっすぐいっぱいしましたけどね、下上で広がるっていうね。クンクン、あシリカちゃん入ってた、シリカちゃんぽーほんとね、まあちょっとナイロン臭がするかなっていう感じなんですけど、そんなボエクセーとかではないので全然大丈夫じゃなかろうかと思います。1個あったらマジで便利、カバンの中しっかり整理できるんじゃなかろうかと。あマスクとか入れれるやん、市販のマスクでございますね、あの50枚入りとかで売ってるやつなんですけど、サイズ的に見ていただけたらこのぐらいなので、この透明なところにもマスク、まあ、ギチギチにはなるんですけど入る感じにはなるので、高さ的にもなので、どっかのポケットをマスク入れとかにしてもいいよね。まあそういう使い方もあるのでなかなか便利ではなかろうかと私的には思いました。はい、ほんでは次、はい、続きましてこちらダイムさんでございます。12月号が1060円してしまうのですが、防衛ランタンがついてるんだよね。私この手のランタンって初めて見るんですけど、形的にどんな感じという、なんか引っ掛けることもできるのかな、車の中とかテントの中とかいろんな中で使いやすいよという感じなんですけど、こういうさライトとかランタンとかそういうのってさ、まあ、いざって時に必要じゃないですか。なんかまあ今からねまた災害やったりとか停電やったりとか、まあ台風やったりとか、まあ災害と入ってますけどね、なんかそういういろいろあるやん、言う生きててなんやかんやいろいろあったじゃないですか今まで。まあそういうこと考えてもなんか持っておくっていうのはまあええんじゃなかろうかと思いますね。その一つになるというか、なんか一個だけごっついやつあってもちょっと心もとないというか、まあそういうので持っておくのはええんじゃなかろうかと思う感じでございますね。今中身こんな感じなんですけど、電池はついてないのかな、どうなんやろう。ちょっとねどういう作りのものなんかもわからんので、とりあえず開けていこう。はい、よっこいしょー。こんな感じでプチプチに包まれて入っておりまして、あらしっかりしているわ。こうやって持てるんやね。それプラスこうやってさ、こうやって引っ掛けることもできるって便利じゃないですか。こう上に引っ掛けれるのいいよね。ほんで裏側に電池が入るところがあるので、ちょっと爪折れそう。開けますとですね、単三電池が3本必要だそうです。まあでも LED やからある程度持つんかな。たまたま3本余ってた Amazon の電池を入れていく。ちょっと今日なんかさ、髪の毛なんかカブトガニみたいじゃないですか。すごいなんか変な感じやねんけど、なんかすごい良さそうこれ。なんかね持った感じがめっちゃしっかりしてる、買ったやつっぽい。1060円でゲットできるんやったらええんちゃうかなってもうすでに思うんですけど、とりあえず本体レビュー行ってみよう。入ってくってんとどっこいしょと、電池3本入れた状態で入れていくとですね、乗っけていくとですね 180g ぐらいかな。いやコメント欄でさ、これ買ったけど良かったよっていう方が何名かいらっしゃってんやんか。いやわかる、気持ちわかる。まずですねこのね、なんていうんかな、なんかラバーに包まれてるみたいな感じの素材感なんですよ。要はこういうのってただのプラスチックやんか、多分ねプラスチックなんやと思うねんけど、表面の加工がっていうかこの持ち触りがね、なんかラバーっぽい感じ、わかるかな、すごい滑らかやねんね。これが高級感あってなかなかいい感じではなかろうかと思いますね。ダイムさんのロゴがここについておりますけども、ダイムさんの付録って基本的になんかのブランドとコラボっていうことはもしかしたらあるんかもしれへんけど、このダイムさんがなんか企画を出して作ってくれたものという感じやねんね。だから逆にこうブランド乗っかって
ないからこそ男感が強いかなと私的には勝手に思ってるんですけども、電池3本入ってるんで重みは結構ある感じかなと思います。しっかりした感じ、そんななんかチャチっぽくはないですね。でこの光源なんですけども、ここが多分 LED 光る感じで、縁がなんか輝かせる感じではなかろうかと思うんですが、こうやっても使えるし、なんかいろんな使い方ができるよということで、裏側なんですがこんな感じで引っ掛けれますよという感じでございますね。テントの上とかに引っ掛けるのにええんちゃうんかって感じですね。でなんか非常時はですね、まあでもカーテンレールに引っ掛けたりとか、なんかあのお部屋のさドアの縁に引っ掛けたりとか、なんかいろんな使い方があるんじゃないかなと思いますね。ちなみにこれはくるくる回転もする感じ、回転なんかねカチッカチっていく感じですね。こういう感じにもなるので、こんな感じで角度を変えて引っ掛けることも可能という感じでございます。裏側見ますとですね、ここにマグネットがついてんねんね。なんかワンチャンさこう鉄製の何かにペッてこう引っ付けることも可能みたいな感じですね。今さこの撮影してる時にライトがあるんですけど、ライトの棒がさ鉄金属製なんで、そこにペッてくっつけてみてんけど、ペーンって普通にくっつきました。割と重みがあんねんけど、いやでもずれることなくちゃんとくっついた。ほんでここがまあ光源でさっき言ったんですけど、ここも光ってるよねっていう、なんかすごいね、こうも光るしこうも光るみたいな感じなんかな。そんな感じでいろんなところにくっつけれますよという感じでございますね。電池がここに入ってる感じになってるんですけども、スイッチがここになってまして、これ押していくとポチ、なるほどこっちが光るバージョンや。ここ光ってないよね。この場合はここだけが光るみたいな感じなんかな。ちょっとライト消してみる。今ライト消してるんですけど、ライトを消してもお部屋の明かりはついているので、ただまあちょっとこの光ってる感じがね、ライト消した方が分かりやすいかなと思うので、こんな感じになっておりますね。もう一回このボタンを押すとまあ消えますよね。でもう一回押してみます。そしたらあここが光る、やっぱりほらこんな感じ、すごい。あこっちの方がちょっと明るいかなと思う。なんかわかるかな、画面的にすごく暗く映ってると思うんですけど、それはこのライトにさあの色が合わせてくれてるから、カメラがそれで周りがすごく暗く見えると思うんですけど、こんな感じでございます。割と明るいよこれ。普通にもうこっち向いたらめっちゃ眩しかったわ。いい感じじゃないかな。もう一回ポチって押して、もう一回押すとですね、ここになるんですけど、ここの場合はね、なんかあの普通の懐中電灯よりはそこまで光れへんかなという感じやけど、まあでも十分使えるかなって感じです。このねこの持ってる感じなんかなと思ったら、リモコンぐらいの大きさですね、ちょうど。やねんけど手にこうフィットする形、この形がすごいいい感じやなと思いました。こんな感じで、あここは映したらわかるかな、こんな感じね。でちょっともう一回あの眩しいやついきますけど、ポチッと、こんな感じ、ほら一気に明るいでしょ、ほら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 、こんな感じ。明るさのね幅がすごい広いし、光源もすごいしっかりしてますね。周りのさこのなんかタカタカタカってついてるやんか、これがまあ明るくしてくれてるっていうのもあるかもしれへんけど、いやめちゃめちゃ明るい。こんな感じ、もうなんかキツネさんとかができちゃうぐらいコンコンすごくない？めっちゃ明るいよこれ。上電気つけてる状態でこんだけ影ができてるから、わかります？これ真っ暗闇で撮影してるわけじゃないよ。お部屋のライトは普通についた状態でこんだけ影ができてるってことは、かなりこれが明るいということですね。こっちの方でコンコンやっていくと、あそれでもまあ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 ちょっと合わへんけど、ちょっとコンコン、こんな感じですね。こっちの方はそんなにめっちゃ明るいとかではないけど、まあ、普通に使える感じではないかなと思います。そこまでね、懐中電灯の方がこれだけやったらば懐中電灯の方が明るいと思う。やけどこっちがね、こっちがほんまめちゃくちゃ明るいから、ほらこんな感じでございますよ。はい、再びライトつけましたけど、表面がこんな感じになってね、ここプラスチックになってて、光源がこの黄色のラインだと思うんですけど、これめちゃくちゃ明るい、この前の前面のところ。だからなんか有事なんかあった時に使う時にほんまええんちゃうかなと思うし、でこのラバーっぽいこの持ち手というか、この肌触りというか手触り、なんかサラサラしてて気持ちがいいし、表面にはねこんな感じのデザイン柄を入れてくれていて、カモフラージュ柄みたいな入れてて、でここにね一応滑り止めみたいな感じのデザインで入ってるんですよね。商品として完璧よ、ダイムさんすごいね。これ1000円ぐらいでゲットできるんやったらいいんじゃないかなと思います。なんかあんまりさちょっと使えへんやつ、ふんわり明るいかなぐらいのやつで付録でついてくるっていうことは、まあ今までもあったんですけど、まあ使えんやつとは言わんけど、まあ普通のランタン、まあ LED でちょっとふわっと光るかな、まあでも持ってたらまあいいかなぐらいのやつやったら今までついたことあったんですけど、こんなさガチでさ防災にもがっつり使えますせみたいなやつが付録でついてたのマジで初めてやから、これほんまおすすめ、めっちゃいいと思う。はいどうでしょうすごい光ってるでしょ、眩しい眩しい眩しい。このさライトがついてる中でも十分こんな感じで光ってるので、めっちゃ
ちゃ光すごいよこれ。あ、もう直で見たらめっちゃ眩しいけど、いや使える感じ。ほんまこの撮影用のライト消したらほんますごい影できてたから、裏に割とじゃなかろうかと思いますね。単三電池でどのくらい持つのかっていうのがちょっと分かれへんところではあるねんけど、ただまあ LED やろうし、まあ、そもそもね電池を備蓄しといたらね、いろいろまあ使えるやんか言うて。災害の時はほんまあのガスボンベとガスコンロですね。あのポータブルのやつね、あのコード引っ張ってきてのやつじゃなくて、ガスボンベのやつのコンロがあるとお湯が沸かせたりラーメン食べれたり、あと水の確保ですけどができたら、まあインスタント類が食べれるのでそれがええかなっていつも言ってるんですけど、それプラスこれすごくいいと思う。昔のやつってさ、ほんまなんか豆電球ついてるみたいなやつしかなかったやんか、こういうライトって。だけど LED になってからこんなに明るくなんねんね、すごいね。今までの LED のやつもさ、まあ明るいやつもあったりとかするけどさ、ここまでではなかったかなと思うから、割といいんじゃないかなと思いました。コメント欄でこれいいよって書いてらっしゃる方いててさ、すごい気にはなってたんやけど、いや今までこういう LED ものってさ、なんか何個かありましたけど、リングライトであったりとかなんかいろいろあったけどさ、その中でやっぱ一番明るいで、災害の時ってやっぱりこういうコードを使わないもの、充電式のものとかもあったりとかするかもしれへんけど、その充電がそもそもできんかったりとかそういう場合がありえるから、電池式で動くものっていうのを一個持っといたら本当ね安心感が高いんじゃなかろうかと思いますね。阪神淡路大震災をね経験した場合からすると、本当こういうライト大事ね。まあ、備えてね持ってらっしゃる方、その視聴者の方にはすごいたくさんいらっしゃると思うねんけど、一人暮らししててさ、ほんでまあ自分一人やしそんな別にえっかとか思われてて、あんまりそんな準備してないっていう方もたくさんいらっしゃると思うねんね。まあ、その一人暮らしとかじゃなくてもさ、別にあの家族と住まれててもさ、まあまあちょっと今いっぱいいっぱいやからまだちょっと準備できてないなっていう方もいらっしゃるとは思うねんけど、常に備蓄しておくっていうのが本当は一番大事なことだけども、いざっていう時にライトマジでいるんよ。あの停電とか言うて普通にあるじゃないですか、なんやかんや。あの台風とかでも停電とかなったりするからさ、光ってすごく大事だと思うので、よろしければ、まあ、これじゃなくてもいいねんけどさ、そういうグッズをゲットしておくっていうのはええんじゃなかろうかと思うところでございます。いや意外と良かった、おすすめしてくれた方ありがとう。ほんではラスト、こちらでございます。ライトニングさんでございますね。初めて買うんだけど、あでもブーツ特集みたいだね。初めほんま絶対に歯ブラシやと思ってんけどさ、あ木製歯ブラシええやんと思ってんけど、形状がさ歯ブラシすぎるんよ。まあこれなんですけどね、ちょっと Y だけええ歯ブラシ使ってええかなとかちょっと思ってしまったんですけど、違うかった、全然違うかったね。あのブーツの縁のその縫い目のところにホコリ詰まったりとか泥が詰まったりとかいろいろするじゃないですか。ブーツって革のブーツを長いこと履いてらっしゃる方とかやったら、ほんでなんか今回の特集的にね、なんかこういう感じでなんか革のブーツいいよねみたいな感じの特集やで、いやかっこいいマジで、こういう感じのブーツねのこの縁にさ縫い目があったりとかするやん、こういうところのホコリを落としたり泥を落としたり、あとはあの足の裏のさ溝のところになんか石詰まったりとかするじゃないですか。そういうのをさっさってこう落としたりとかする、お手入れするためのブラシをウェルトブラシっていうねんね。全然知らんかったけどググった。こちらですね、ハンドルは竹でブラシはナイロンになります。コマ部分に付着した泥汚れやホコリなどを落としてくださいということでございます。ただね思うんですけど、ライトニングさんって1300なんぼしちゃうわけですよ。これ何ぼやったっけ、1320円。ただこの雑誌自体がね割と分厚くて載ってる情報量っていうのが多いんだよね。だから元々の雑誌が多分高いんやと思うねんやんか。だから1300いくらしちゃうんだけども、この最初に言うのどうかと思うねんけどさ、このウィルブラシ、レッドウィングさんのウィルブラシっていうのは普通にね800円台とかで売ってます、アマゾンとかで。だからほんまに気になった方はね普通に商品を買う方がいいと思うのだが、でしかもそれ馬の毛やしさ、でブラシ部分がナイロンなんで、あごめん普通に開けてるわ、普通に開けてるけども、そういう感じなんですね。もともとさ、まあ、雑誌自体が高いからプラス何百円で付録ついてくるんやったらいいんじゃないかなとか、そういう考えのものだと思いますよ。もう普通に開けちゃってるけども、こんな感じ完全に歯ブラシなんやけどさ、もう 100% 歯ブラシやで形状。まあまあとりあえず本体レビューいってみよう。あの歯ブラシです完全にちょプシュッとこんな感じのものなんですけど、なんか普通にかっこいい歯ブラシなんですけど、なんでさこれもうちょっとねこの毛の部分、ここの部分をこうやって長めのやつなんよ。普通に市販で売ってるやつがさ800なんぼで売ってるやつがさ、だから靴のそういうホコリ落とし的なものに使えるよみたいな感じなんですけど、これはさ形状がさ歯ブラシすぎるん
よ。いくらなんでもじゃないか。はい、トゥクトゥンと測っていきますと、よっこいしょと。まあ、軽いでございます。20g ぐらい。ここがね、ナイロン製なんですね。ただ、市販のものは、ここが馬の毛でできているらしいです。まあ、どっちにしてもさ、そんな変わらんと思うのよ。その、ホコリ落としとかやったらさ、別に全然ナイロン製というか、こういうビニール製で問題ないと思うんですけど、まあ、一応ね、気になる方は、そういう商品見てみられるのもいいんじゃなかろうかと思います。本体は竹でできているみたいですね。そしてこっちか、こんな感じで、レッドウィングのロゴが入っております。プリントで入っている感じでございますね。そこもこんな感じ。なんで言っても、歯ブラシでしかないんよ、これ。まあ、なんですが、あのね、お手入れするほどのものではないんですが、すごい安くて買った靴やねんけどさ、こないだ雨の日に歩いてさ、こんなことになってしまったの。ここまでね、このヒール部分ね、水洗いしたらまあ綺麗になるかなと思うんですが、せっかく汚い靴があるので、これでちょっとシャカシャカしていこうかなと思うところでございます。ちょっとやってみんね。まあ、こういうとこにもついちゃってるんだよね。取れるんかな？なんかガリ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 ってやったら取れるっぽい。本来は革のブーツのお手入れ用なんで、ちょっと用途は違うかなっていう感じではあるんですけど、これ泥汚れな。うわ、すごいわ。下にね、これ一応ね、泥落ちていいようにね、紙引いてるんですけど、こういうところのこういうのとかが取れるのかという話でございますね。でもすっごいガリガリしたら取れるかなって感じ。この靴ね、表面なんかナイロンっぽい感じの靴なんですよ。はい、こんな感じ。ちょっと、このラインから上だけちょっとカシカシってしましたけど、こんな感じ。ちょっと用途が違うかもしれへんけどさ、この布っぽいところはほんとよく取れるかなと思います。このプラスチック部分に関してはコシコシしたらまあある程度の泥みたいなやつファーってなって取れんねんけど、あれはもう洗剤つけて洗った方がいいね。ちょっとこのね、泥の靴はやりすぎた。でこういうさ、安い靴は別に何でもええと思うねんけど、でもこれをゲットする、まあ見た目かっこいいからねいいねんけど、これをゲットするぐらいやったら、毛先がナイロンであるならば別に歯ブラシでも一緒じゃねって思ったりとかするから、まあどうかなという感じでございますね。まあ、本来はこういうブーツのね、まあ、これがブーツやとしてさ、ここの縁んとこのホコリとかをシャッシャッシャって取ってあげるのにええんじゃなかろうかという感じのブラシみたいですね。はい、せっかくなんでね、ちょっともう水洗いしてきましたわ。完璧に取れたわけじゃないけど、お肩綺麗になったんじゃなかろうかと思いますけど、これに関しては別に歯ブラシでよくねという感じではあるよ。あるけど、まあ、見た目が可愛いよね、あとブランドがついてるよねっていうあたりだけではなかろうかと思いますね。ここがさ、まだ馬の毛とかがついてくれてんねやったらまだちょっとあれかなとは思ってんけど、まあちょっと見た目が可愛いとかそのあたりじゃないかな。動画のおかげでね、あのずっと汚かった靴が綺麗になりましたっていうね、それは良かったのだが、これはほんま歯ブラシですねなんかあの使わんくなった歯ブラシで、あの子供の靴シャカシャカ洗ってるよっていう方とかね、前にコメントいただいたことあるんですけど、いやそれでいいんじゃないかなってちょっと思うところでございますね。別に大してこれやからどうっていうのはなかったと思うので、何回も言いますけど、本ちゃんで売ってるやつっていうのはここのね、毛のラインがここまで太かったりとかするんだよ、こういう感じだったりとかするんだよね。もしくはさ、こういう持ち手がついててこうシャカシャカってする感じ、当たる面が広いやつが多いんですよ。やねんけど、これ歯ブラシ形状で、しかも毛の部分がナイロンだったらば、別にほんまに歯ブラシでいいと思うから何度も言いますけど、やから別にわざわざはあれかなと思いますね。ただ雑誌的にブーツ特集をやってるということで、そっちメインで買ってついでについてくるんやったら、なんかデザインも可愛らしいし、ええんじゃなかろうかと思います。便利アイテムではあるけどね、まあ歯ブラシでいいけどね。はい、今日のフォロコ紹介いかがだったでしょうかということで、もういろいろ自由に発言してますけども、次元強国行ってみよう。モアさんでございますね。モア1月号は11月27日発売となっておりまして、フロコがですね、これ可愛くない、ジラピケさんやって、ジェラートピケ。こっちがね、まずファスナー付きティッシュケースだからさ、閉じればポーチ状になる、ここの真ん中にファスナーがついてるティッシュケースになる大きさのジラピケさんのやつ。この形状のティッシュケース初めてかなと思うんですけど、めっちゃいいやんこれ。それとですね、あの毎年ね、多分モアさんやったと思うねんけど、毎年ついておりますジェラートピケカレンダー2022ということで、卓上カレンダーがついてくんねんね。これ毎年お知らせしてるかと思うんですけど、すごく可愛いのよデザインが。なのでまあちょっと私お気に入りアイテムでございますけど、チラッと見たところなんかパンダさんがね、なんか要所要所におりますので、なかなか今回も可愛らしいやつではなかろうかと思う感じでございますね。1月号割とモアさん頑張ってくれたんじゃない。今回のねサボの付録もすごく良かったかなと思うので、モアさんが最近付録に力入れてるね。はい、ちょっとこれややこしいんですけど、スプリング12月号今回の付録のご紹介がこちらになっておりまして、こんな感じでいろいろ使えるよという感じなんですけども、次月号がですね、こんな感じ
でございます。スプリング1月号は11月22日発売となっておりまして、付録がですねバニティがついてくるので、ね、すごい可愛らしいセンスオブプレイスバイアンバーリサーチっていうブランドの不思議の国のアリスデザイン、マスクもしまえる衛生グッズ管理ポーチということで、不意にねこんな感じでティッシュケースっぽい感じ、なんかこんな感じでマスクケースになっているというバニティでございますね。このバニティごともマスクボン掘り込んでマスクケースにしたらええんちゃうのっていう、あの前回か前々回で出ましたバニティもそうですけど、ただ素材感がなんか合皮っぽい感じですね。割としっかりとした感じではなかろうかと思います。年末ということでね、付録も力入れてくれてるのかなという感じでございますね。この水色な感じが可愛らしいし、アリスデザインっていうのもなかなか可愛らしい感じではなかろうかと思いますね。マスクボックスにどうでしょうという感じでしょうか。はい、こちらダイム1月号でございます。11月16日発売となっておりまして、付録がですね自撮り棒一体型スマホ三脚ということで、いやもう便利すぎんこれね。自撮り棒ってなんやかんやワンチャンね、ここに今時スイッチついてるやつとかもあったりとかするんだけど、まあ、そういうのではないねんけど、三脚にもなるっていう、え、これすごくない？高さ1メートルになんねんって。だからさ、わりさ最近インスタライブやってないというか、私インスタライブ1回しかやったことないんですけど、インスタライブするときは携帯がいいんですね。あれ言うて携帯やんか。だからなんかの三脚の棒みたいなやつに携帯をこうくっつけれるやつをなんかテープで縛り付けて椅子で座った状態であれインスタライブしたんですけど、これでできるやんもう。めっちゃ便利でね、このスマホ三脚っていうか、これ撮影だけじゃなくってもなんかさ、まああんまりお行儀よくないけど、ご飯食べるときにまあスマホを立てかけるやつに使ったりとか、私とかやったら椅子座ってテーブルでまあ動画の編集やってたりとかするんですけど、あの見ながらやるからさ、画面2画面でやるからさ、普通に携帯を立てかけれるこういう斜めのやつとかあるやんか。普通に携帯ポンって置いて立てかけれるよっていうやつとかあるやんか。あれやったら私高さ足りひんのよ。その自分の目線よりだいぶ下になっちゃうねやんか、編集の時って。だからこういう長さが調整できるやつってすごい便利だったりとかするんですけど、まあスマホ三脚としてもし使わなかったとしても、こういう自撮り棒でも使えるよ、オールインワンで使えますよっていうあたり、かなりワイは嬉しいけどなこれめっちゃ便利、いい感じではなかろうかと思いますね。ライトニングさんね、乗ってるものがなんかおしゃれ。はい、こちらでございますね。ライトニング1月号がですね11月30日発売となっておりまして、付録がですね、付録っていうのはついてないのかな、特集がね愛しのレザージャケットということで、もうなんかさ、ライトニングっていう雑誌を私読んだことがなくって初めて見たんですけど、なんかねおしゃれな雑貨屋さんに入ったみたいな気分になった。一個一個のこだわりが、まあ基本メンズなんであれやねんけど、なんやろ、物へのこだわりというか、なんというか古き良き感じ、そしておしゃれな雑貨屋さんにほんま入ったような空気感の雑誌やなと思いました。すごいなんか極めてらっしゃる方の雑誌という感じですね。本物志向って感じで、このバンダナみたいなのあるんですけど、これがですねクラブライトニングで購入していただいた方への特典として、サンサーフにお願いして作ってもらったオリジナルバンダナを用意しておりますということで、在庫がなくなるまで何度買っていただいてもその都度差し上げますので、この機会にご注文くださいということでございます。1950年代のユナイテッド航空のアロハ柄ということで、もう何もかもにこだわっとるでーっていう感じの雑誌さんやねんね。なんかあの月刊誌のように定期購入される方はこちら在庫があったらゲットできるよという感じになってるみたいですね。今日の付録ご紹介いかがだったでしょうかということで、なんやかんやしたからちょっと撮影時間が長くなってしまった。結局靴を洗うっていうね謎の動画になりましたけども、普通のね使い古しの歯ブラシでええで、歯ブラシでええけど、なんかさ一個一個にこだわりを持って生きるって素敵よな。なんかそういうなんか雑貨にこだわってさとか、なんか安物買いみたいなことをしないで一個一個、なんかその革製品が好きな方ってそういう方多かったりとかするやんか。私はね基本合皮でいいって思ってんねんけど、なんかそういうさこだわりがある生活もねちょっと送ってみたいなと思うところでございますね。私的にちょっと縁遠いところではあるけど、ちなみにですね、あの使ってみてどうやったかシリーズなんですけど、この間 このウェッジウッドさんのマスクケースっていうか、下はまあ衛生用品とかそういうの入れてねという感じだったんですけど、私これ全部マスクケースにしてしまったんですね。で中がですね、中もうこんな感じ、もうみちみちにマスク入れております。でこちらというのがですね、これあのトップバリューさん、あのさコメント欄でさ、トップバリューお買い上げありがとうございますって書いてくださってる方がいらっしゃって、あのトップバリューさんで働いてる方やでね、多分ね、ありがとうね、こちらこそ。50枚入りがねこの間安売りしてたので購入してまいりまして、この中身全部ここにボーンって掘り込んで、ほんならさ50枚入り入れたらさ割とみちみちになんねんよ。やねんけど、この上部分っていうのにさらに50枚入れちゃうと、さすがにキチキチ、まあ入らんこともないねんけど、キチキチになってしまうので、上には多分30枚ぐらい入れてる感じでございますね。でこれさ、この下部分ね、下のこのバニティ開けて、ここの部分ね、こ
ここにそのままマスク掘り込んだ方が使いやすいやんって言ってたんですよ。やねんけど、これ判明した事実がございましてですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれへんねんけど、まあ、ここですね、ここがマスクケースになってて、マスクケースっていうかマスク取り出すとこになっていて、まあ、ここにマスク入れて取り出して使う。で、使い終わったらここの蓋をするみたいな使い方っていうのがあれなんですけど、マスク入れるときにね、わかるかな？このさ、普通にマスク入れたらさ、この紐がさ、この縁に引っかかってさ、あんって出てこへんくなる現象ないですか？束マスク購入されたことある方やったら絶対一回は経験あると思うねんけど、で、それの解消法として、この耳に引っ掛けるこのゴムをですね、ここにもう表面に出ちゃうぐらいな感じで入れてみてよ。ほならば、ちょっと取ってみるよ。こんな感じ。ほら、取り出しやすい。ほら、ほらほら、引っかからない。めっちゃ良くないですか？普通に売ってるマスクというのはやな、ほら、こないして入っとるわけですよ。わかります？こんな感じでマスクのこの耳に引っ掛けるとこが横にペチャってなってる状態で売ってるんですね。これで取り出してみるとどういうことになるかというと、これなんか、まあ、今はそんな引っ掛かれへんかったけど、こう角にね、引っ掛かんのよ、この角に。ほんで取り出しにくいみたいな現象があったと思うんですけど、こうすることによってマジで取り出しやすくなるので、いや、これ使ってらっしゃる方ぜひこの入れ方で入れていただけたらなと思います。それをさ、どうしてもお知らせしたかってんやんか今日は。まあ、そういうね、使ってみたシリーズもね、また動画でね、お話しさせていただくのもええかなと思ったんで、ご購入された方はぜひその入れ方でしていただけたら、すごい取り出しやすくなるからね、マジで。で、今日は Y 的に気に入ったの、ライトですね。これほんま明るくていい感じやから、冷蔵庫とかにもくっつくしね。付録もさ、いろんな種類が出てきてさ、ポーチとかバッグだけじゃなくっていろんな種類が出てくるのも楽しいし、ベタなところでポーチ、バッグ、ほんでお財布、そのあたりね、最近あんまり出てけえへんから、まあ、今日はポーチ2個ありましたけど、最近なんかほんま少ないよね、ポーチ。バッグとかもほんまあんまないかなと思うんですけど、そういうやつをまた久々にね、出してきてくれても嬉しいかなと私的には思うところでございますね。今日ちょっと雑談コーナー短いねんけど、今日はこのあたりでということで、ちょっと4冊で長くなっちゃうと思うので、本日はこのあたりで締めさせていただこうかなと思うところでございます。いつも本当にね、たくさんのコメントと、そして心温かいグッドもいただきまして、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。